構長い。で、これ暖かくなるよみたいな、注意してねみたいな。で、ほら、あの使用中の電源プレートに熱源プレートに触れないでください。また周囲のものが触れないように注意してください。火傷の恐れがあります。で、これだね。で、使用できるもの、耐熱ガラス製、金属製、陶着器製、底面が平らなものの、カップ、使用できないもの、紙製、木製、到着器製、そこが平らでないもののカップだって。で、本品は、温かい飲み物を保温させるためのものです。沸騰を加熱させたり、冷たい飲み物を温めることはできません。だって。らしいです。らしいです。はい。ね。あ、すげえ。あの、キンキキッズのね、ブンブンでも言ってた、この、飲み物を置くと電源が入る。で、電源が入ってるかどうかは、ここの、なんか光るみたいだね。この、丸いとこが光って、ここにカップを押すと、そう。こう、にカップを乗せると、電源がつくって。なるほどね。最初ね、ブンブブンを見たとき、ここで判断してるのかと思ったの。ここになんか、飲み物をね、置いて、ここでなんか、カップの、なんか、重さを感じて、なんか、ね、わかるでしょ？感じて、温めてるのかと思ったら、ここの、裏の、このスイッチで、判断してるのね。保温しますよって。へえ。なるほどね。これね、500円するからね。もし、ダイソーに行って、お金がある人は、この、カップウォーマーを買ってみるといいんじゃないかな。通知音が鳴っちゃったけど、ごめんなさいね。内容量がね、少ないとスイッチが作動しないんですって。だからそこは注意してくれだって。だから少なくなるともう早めに飲んだ方がいいですよっつって感じですね。これぐらいじゃ、そうね、反応したら困るもんな。すぐに飲んだ方がいいかもね、少なかったら。だから入れたてのものとか半分ぐらいなら全然こうやってカチカチが鳴るうちはなんかあるじゃないかな。うん。
もしね、これこのカップウォーマーが欲しいよという人はダイソーに行って今すぐ買ってきたらいいんじゃないかな、うん、営業時間だったらね。そうそうそう、ということで KinKiKids のブンブンブンでね紹介されたこの USB カップウォーマーをね買いました。使ってるシーンはね、なんかいつか紹介できたらなと思います。って言ってね、まだこの動画がね公開される時点ではね、あれですよ、あれ包丁研ぎとね、そのなんだっけ、味付け卵、煮卵のやつは、はい、使用してるところは映してないんですけど、ね、まあどれもやる予定ではいますので、お楽しみにお待ちください。はい、ということで、もしね、この動画が良かったらね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、チャオ、バイバイ。